自己複製機械の概念自己複製機械、または自己増殖機械は自己複製によって増殖する能力を備える想像上の機械。自己複製機械の概念は、ジョン・フォン・ヌイマン、フリーマン・ダイソン、ケイ・エリック・ドレクスラーのような科学者や SF 作家たちに提唱されてきた自己の複製を製造する能力を備えた機械。2017年現在、 産業用ロボットや 3D プリンターのように部分的に自己複製能力を備える機械は実現しているものの依然原材料の生成や半導体素子の製造のような中枢機能の実現が困難なため実現には至っていない自分自身のコピーを作成する人工機械の一般的な概念は少なくとも数百年前に遡る初期の参考文献は哲学者 ルネデカルトに関する逸話で、彼はクリスティーナに対し、人体は機械とみなされる可能性があると示唆した。彼女は時計を指して、その時計が子孫を再生することを見せてみてと命令することで応答した。この逸話的な反応に関する他のいくつかのバリエーションも存在する。サミュエル・バトラーは、1872年の小説、アリアンの中で提案されているマシンはすでに、 自分自身を再現することが可能であったが、それは彼らがそう作られたものだったためだという。機械を再現する機械は、独自の種類の機械を再現しないジョージ・エリオットのテオフラストスという架空の学者が書いたエッセイという、設定のテオフラストス・サッチの印象にも、同様の言及が存在する。17章、シャドウズ・オブ・ザ・カミング・レースでは、自己改良を行うほど高度なオートマトンを目にした。 テオフラストスがオートマトンの持ち主のトロストに尋ねる。機械がますます完璧になれば人が関わる必要はますます少なくなっていく。どうしてそれらが自己供給、自己修復、自己複製と自己の状態を維持したり、最終的には進化したりできないと言えるだろうか。ありがとうございます。